最近明るさ問題に悩んでおりまして、私ちょっと明るくなったんちゃう？どうでしょうか？明るくなったね。ここまで言ったっけ。グッチ、クロックさん言ったか。ゆうきさん、おがこさん、まみちゃん言ったね。みーしゃんさん、のぶーさん言ったこれ。ひでまさん、りゅう、HK さんに、ハムちゃん、マレーさん、スエさん、バタコさんありがとう、さとちゃん、あきやん、実家やで、犬猫さん、ピルクル、のんびりしたいねんさん、ありがとう。ぬりたまさん、ありがとうございます。ん、コロボお帰りなさい。今帰ってきたの？帰りなさい。じゅんやさん、いずきゅん、なのはさん、ぶーちゃん、よっしーパパさん、ありがとう。やねるさん、ちょっと暗いよね。なんかせっかくだったら明るい方がいいよね。明るくなったかい？けんすけ、お洋服ですか？ありがとう。うれぴー、よこぽんさんありがとうございます。服かわいい、ありがとう。のっちゃん、うれしい。北川さぶこさん、今日も来てくださってる。フジモンさん、カタカナのシュウさん、竹山メイツさん、え、ロッピーさん、いいな。猫がお腹の上にいるって。いいね、いいね。なのはさん、そうね、今日は最近着ているかな洋服。三等賞さん、ひらがなのゆうささん、ひでまるさん、ありがとう。ゆうきさん、プチ、ありがとうございます。よっちさん、いらっしゃい。お、ひとみさん、いいな、楽しんでね。ランチ、ボーリングの。虹色さん、魔法のポンポンって何？魔法のポンポン。ごえもんさん、こえぽんさん、しろくまさん、ありがとう。どこで配信してるの？実家だよ。きなこがいるよ。のりたまさん、いずくん、ありがとうございます。トゲ、今日おいしいもの、今日はね、あ、中華食べたよ、中華。中華を食べたよ。ちょっと明るくなったことない？小説家さん、ギウさん、ありがとう。白夜さん、ありがとうございます。おみちゃん、プチ、ありがとうございます。ありがとう。今日は白いお洋服なんだ。堀さん、ありがとうございます。カタカナのユッキーさん、ありがとうございます。ん、ドスンと重たいものが落ちる音がした。あれ、本当？きなこだな、きっと。しろくまさん、かわいい、ありがとう。ティーヤカさん、ありがとうございます。服、服は、はい、こんな感じだよん。もうちょっとね、出がちだけど、こんな感じでベルトになっております。ここはへスカートだよ、今日は。飛ぶタカさん、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、ハート、ありがとうね。お、ちょっと今日さ、あの横画面なんですよ。いつもこう縦画面で配信してるんですけど、横画面武田どうですか？なので今日はね、あの時間が見れなくて、何時か分からず配信しております。ちょっと遠くなるね、横画面だと。
おはぎさん、レインボースター、ありがとう。明るくなった、よかった。ねるさん、そうよ、ちょっと読書灯をこっちに向けました。大文字のテストさん、和則さん、カタカナのユージさん、ありがとう。ストリートくん、たい焼き、ありがとうね。カタカナのガッツさん、ありがとうございます。お疲れ様です。あれ、嘘、なのはさん、ちょっと明るくなってない？明るくしたんですけど。クラッシャーのぶさん、カタカナのヨッチさん、ありがとう。あれ、みんななんかそんなに暗い？私あれ大丈夫？コロボーも。ヤスさん、ナンさん、ありがとう。サトシさん、ありがとうございます。ありがとう。今日で3連休が終わり。あ、3連休だったの。よきね、よきね。ひらがなのしょうさん、ねこぽ、ありがとう。お、しんいち、今日で1700回訪問だって、ありがとう、すごい。ひらがなのしょうさん、いらっしゃい、ありがとうね。明日は晴れ、5分、ありがとう。そうだ、この時間を頼りに私は今日配信をしていかないとだ。晴れなりよ。え、嘘、なんか最近めっちゃ晴れてることない？雨降ってないんだけど。宇宙人さん、ありがとう。のりさん、ありがとうございます。ありがとう。ようちゃん、こんばんは。古着か。古着はね、あんまり持ってないけど。え、なんかあったかな、古着。なんかね、パーカーとかは何着かあるかな。ようちゃん、お、ワンガンさん、よかったね、風邪治ってきた。後ろの窓って開くの？開くよ。これあの外じゃない、このなんて言うんだろう、開けても家の中の窓。まーちゃん、お猿さん、ありがとう。愛媛県産のカズポーヌさん、いらっしゃい。きなこ登場ね。きなこさっきまでね、私の部屋にいたんですけど、どっか行っちゃった。なのはさん、ブチ、ありがとうございます。ミストさん、エルモさん、ありがとう。お、ありがとうね、クロックスさん。この洋服ね、すごい私お気に入りなんですよ。かわいいことない？ありがとう、ティーヤカさん。暑くないよ、もうこれほとんどなんかね、シースルーみたいな感じで、すごい涼しいのよ、これ。ブラッチ、ありがとう、バンクーバーさんも。ヨッチさん、かわいい、ありがとうございます。ユキさん、ワンピだね、これは。ワンピースです。スエさん、プチ、ありがとう。あ、ありがとう、投票。あの、投票が18日までなので、あと3日ですね。よろしくお願いします。ありがとう、スエさん。そっか、ひとみさん、土曜夜市がもう始まってるから開催だって。あさってか。そうか。おはぎさん、かわいい、ありがとう。うさぎさん、こんばんは、ありがとうございます。時計ないのかって。そう、この部屋にはなくてね、あの他の部屋というかはあるんだけど、この部屋はないのよ、まだ。寺島つばささん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。うれぴー、ありがとうございます。本当、健介、いや、それはそれで嬉しい。横顔面たけだ、いつもよりいいって言ってくれた。フジモンさん、2シュートカウント、ありがとう。そろそろ東京恋しくなる逆に。いや、確かに東京に戻って
あのあれしなきゃこれしなきゃとかはあるんだけど、なのでね、しなきゃっていうのはあるけど、愛媛はやっぱいいとこなので、すごいこうお湯に浸かっている気分です、愛媛にいると暗くない、よかった、ちょっと明るくしたの。くーちゃんいらっしゃい、ありがとう、お疲れ様。コンドルさん、コンドルさんも1100回なの、ありがとう、すごい、ありがとうございます、あら嬉しい。キーちゃんタイム、うん、キーちゃんを捕獲できたらある、のりたまさん、ユンユンさん、たい焼きありがとうございます。ハントーネルさん、横亀よきか、ありがとう、嬉しいね、そうやってくれて。暗くない、あ、ほんと、よかった。暗いというか黒い、え、どういうこと、私黒い今日。オッキーさん、こんばんは。ひなおちゃんはトラフクで白米、雑穀米、季節のご飯、どれを頼むの。あ、あったな、季節のご飯って、それかも。季節のご飯で、あの美味しそうだったら季節のご飯にしてるか、それ以外、それ以外というか雑穀米も好きだから、どっちかかな。お、新一カウントとありがとうね、1700回、嬉しい、早いね。ん？ネコップも帰省してるの今。何修行してんのネコップ。くーちゃん、たい焼き、ありがとね。ドナルドさん、2週とカウントありがとう、今日も。ありがとう、ありがとう。ティーヤカさん、カウントとプチ、ありがとうございます。あ、のりさん、雨だった？そう。あれ、こっちね、全然降ってない気がするんだけど。後ろさん、ラブレター、ありがとうございます。え、うそ、ヤマピンとこ、関東の方めっちゃ雨降ってんだ。あ、チャリ気をつけてね。え、カッパある。あ、そうなんだ、くーちゃん、お疲れ様、忙しいのね。ユッキーさん、セミありがとうございます。たけちゃんさん、ありがとう、ひらがなの、嬉しい。ひろしさん、こんばんは、ありがとう。開けても家の中は臭い、そう、外に見せかけた中小説家さん、2週とカウントありがとう。おー、菜の葉さん、ありがとう。プロ合格の時の動画見てくれたの？ 2 年ぐらい前か。ありがとう。はやってさん、プチ、ありがとう。ネコポ、かわいい、ありがとうございます。あ、本当、ねるさん、こうでありがとう。ありがとうございます。褒めてもろてる。ロボリンさん、いらっしゃい。あ、そうだね、トップメモもうちょっとだ。あの TBS で放送されます、トップ目、あれ待って、固まっちゃった今、大丈夫、あれ大丈夫、動いてるこれ、私の配信大丈夫だ、あ、そっか、15分経ったからか。トップ目取れるかなの放送があります、17日、ご覧ください。ヤーミントさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ソタヨヒロくん、新居部屋です。サカピーさん、タメ、ん、タイ、ん、タメさんかな、ローマ字のタメさん、ありがとう。ひでゆきさん、ひでゆきさん、フル、ありがとうございます。待ってね、これか、ファファ。あなたを
いいか。ありがとう。ブラッチセミありがとうございます。今日は仕事休んでプロ野球観戦、さよなら勝ち。どことどこだったの。めっちゃ盛り上がるじゃんそれ。グッチフルありがとうね。グッチヨッピーさんもフルありがとうございます。今日もアマトーさん飲み会だったの。おかえりなさい。福ちゃんこんばんは、ありがとうございます。んネガブン赤さんがやついフェスに向けて急いで歌詞覚えなきゃってツイートしてた。いやそれよ本当にそうなのよ。そうそうそういただいたばっかりだからな。私もです。私も今必死に覚えております。体調ありがとう。お洋服良き、ありがとうございます。コシさん2シュートカウントありがとう。ありがとう。カリタンありがとう。嬉しい。ヨウちゃんカウントありがとう。今日はワカメちゃんのワカメちゃん&ジャイアン。え、ワカメちゃんとジャイアンと同じ誕生日なんだあれ、おめでとうワカメちゃん。おばば、フル、ありがとうございます。全力で無表情。全力で無表情。ヤスプッチンさん、ありがとう。ノブシャン、フル。ありがとう。ひろくプッチ。ありがとうございます。あ、今日休みだったんだ。お疲れ様。やるじゃないのさん、ミノールさんいらっしゃい。アントワーヌさんありがとうございます。いやそうなのよ、厳しいかもしれないのよアントワーヌさん。デカメロン、そうなの、食べたいのだが。今年初デカメロン、いいな。買ってきたのかい。トトロさんいらっしゃい、ありがとう。のんちさんありがとう。おがこさんたい焼きありがとうね。ストンコさんいらっしゃい。フジモンさんフローありがとう、すごい、ありがとう。今日ははるくんの首輪がサルグツワになってしまって、え、寝ずこ状態に本当やね、危ないね。あれか、ちっちゃいからね、首輪が緩いんだね。それ危ないね。犬猫さんタコありがとう。フジモンさんハートありがとうございます。なにこうちゃん、百姓貴族っていうアニメ面白そう。え、どういうこと、百姓貴族ってアニメやるんだって。え、のりたまさん渋谷のライブ来てくれるの、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。キング翼さんいらっしゃい。隊長セミありがとう。今日は生姜焼きの日です。生姜焼きが大好きな隊長です。お、生姜焼きの日なんだ今日、いいな、しばし食べてない。キラプチありがとう。キラ、会社の誰かが出張で愛媛に行く仕事があって、自分が選ばれないか願っているところです。なるほどね。あ、一人選ばれて愛媛に出張があるんだ。あった、私も祈っとこう。あ、そうだケンスケ、そうだね、本当だ。 あの朝雨降ってたわ。え、その時家の中いたんだけど、あの降ってるとかって思ってたわ。朝7時とか6時とか。天藤さんプチありがとうございます。今日は明治神宮球場前で青い夏聞きました。へっ、ありがとう。そんな球場前で聞いてくれたの、嬉しい。藤門さんハートありがとう。ローマ字のマサさんフルありがとうございます。よいしょ、いてててていてて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 て
ありがとう。ローマ字のマサさんまで言えとったよね。フジモンさん、たい焼きありがとね。たい焼き、そうなんだ。そりゃすごいわ。ハガレンとかアルスラ、何だっけ、アルスラン戦記だっけ、それ名前。百姓貴族はその作者さんだって。どんな物語なんだろう。新一フル、本日もありがとう。これからもよろしくお願いします。毎日ありがとう。お猿さん、お、セミありがとうございます。嬉しいわ。体調悪いのか。お大事に。そうなのか。キラカウントありがとう。新しいお家でお料理配信か。確かに。画伯と一緒にやりたい。ハムちゃんフル、ありがとう。ハムちゃん、今日は仕事をサボって草津温泉へ行ってきました。待って、仕事をサボってって、サボった人何人かいたぞ。なんかそのコメで何人か読んだぞ。今日は仕事をサボってって最初についてる方サボったんだ。ハムちゃんいいね。草津温泉は恋の病以外は何でも癒すんだって。行きたいわ。めっちゃのりたまさん、ポチありがとう。ティー、あ、タカ、星ハートさんか、ありがとう。ちんいち、たい焼きありがとう。おばば、食欲の花束ありがとうね、嬉しい。まめちゃん、セミありがとう。松山で有名なひなほちゃんも好きなお料理、そうめんとか、五色そうめんとか。まだ今年そうめん食べてないけど、そうめん好きだよ、めっちゃ。乳麺とか。松山で有名かな、おそうめん。健介フル、ありがとうございます。今日は髪も綺麗に見える。あ、本当？よかった。今日はちょっと最近多めのハーフアップだよ。その日暮らしさん、いらっしゃい。秀幸さん、音符に大工さん、ハートありがとう。カーマインさん、いらっしゃい。ユッキーさん、流れ星ありがとう。ピルクル、フルありがとう。今日もかわいさん、そりゃナイスガイだ。ナイスガイさん、ナノハさん、カウントありがとうございます。今日もありがとう。ん、初見さんのゲツコリンドルさん、読み方がわからないけどありがとう。ヒロ君ありがとう。白い服よき。ショウさんありがとうございます。あら、嬉しい。サノピアノさん、こんばんは、ありがとう。今日もありがとうね。ブレイブさん、いらっしゃい、ありがとう。大工さん、ハートありがとう。ノブちゃん、かわいい、ありがとうございます。わーい。あ、ゆうきさん、セミありがとう。ひらがなの。うん、ようちゃん、ぜひご覧ください。17日。デミキンさん、いらっしゃい。虹色さん、尊い、ありがとね、尊い。かんちゃんフル、ありがとう。かんちゃん、まめちゃんもフル、ありがとうございます。まめちゃん、コメント落ち着いたらスクショタイム、スクショタイム、わかった、ちょっと待ってね、スクショタイム。よしぼうさん、ありがとう。ヨッツさん、回復ポーションありがとう。え、20分、え、まあ、何分、待て待て、結構遅れてそうじゃない、これ。道秀さん、いらっしゃい、ありがとう。ノムさん、こんばんは、
しゅうさんフォローありがとう。しゅうさんすごいカタカナの、メカルさん、ひらがなのメカルさんありがとう。梶山さん、メリーさんありがとう。のびちゃんこんばんは、ありがとうございます。波平さんは意外と若かったはず。え、そうなんだ。波平さん何歳なの？ありがとう光秀さん。あと丸2日くらいだよね投票。ありがとうございます。まさまささん、あれ今日もありがとうね。かりたん2週ありがとう。かのうさん、だるまレンジャーコテンありがとう。今日もやっくんフロー、やったありがとうございます。嬉しい。やっくん、そうだね、そうだよ、配信でデカメロン食べたいんだけど、待って、いつまで、いつまである。やっくん、だるまレンジャーまでありがとね、古田。堀さんフルありがとうございます。え、ありがとう、やついフェス嬉しい。あー、ありがとうね。そうなの、なんか告知をね、そうなの、していいのかっていうのがあれなのよ。うん、ありがとうね堀さん。うん、ひろくんめちゃくちゃ好きなアニメです。レールガン歴代でもすごく好き。しんいち、奥間の和菓子ありがとうございます。あれ大将さん財布だった、ありがとうございます。あと3日お店でも、あ、ありがとうね、あと3日だね。投票ありがとうございます、よろしくお願いします。青い夏、マウンドから光る左手はどんな闇でも照らす、悩んで葛藤して落ちていても、ありがとう。おかきさんバラありがとう。あ、へえ、え、そうなの。くーちゃん、百姓貴族は作者さんの実家の話でほとんど実話だって。じゃあ今までの作品の雰囲気とは全然違うってこと。すごい見てみたい、ね、それも。ムラピーさんフロー、今日もありがとうございます。ムラピーさん、キリンさん2週ありがとう。2週、虹色さんフロー、ありがとうございます。大阪行けるかもしれん、頑張ってます。あ、本当、ありがとうございます。30日嬉しい。ホイップさんありがとう素敵言うてくれて。隠し扉、いやでもそうよ、ようちゃん、いろいろあるというか楽しいよ、お家。バンクーバーさん 2.7 週とカウントありがとう。めっちゃくれてる、ありがとうございます。スイカさん、セミありがとうございます。ございますは癖になる曲、ふとした時に頭の中に流れるって。あ、嬉しい、ありがとう。それ誰かも言ってくれてて、昨日たくさん聞いてくれたら嬉しいです。虹色さんハートありがとうね。今日もえ、しゅうさんありがとう。青い夏 BGM にこの配信聞いてくれてんだって、ありがとう。あぶちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。あれ、お猿さん調子悪いはそういうこと、そういうことか、アプリか。おかむさん、せんぱぱさん、うるうるさんありがとう。今日もストリートくいいじゃん、温泉。私もめちゃくちゃ温泉行きたくて最近。そうなのよ。あ、ななはさん、セミありがとう。今日も何、おばば、そうなの、水星の魔女。え、私はまだね、水星の魔女は2期見てないから、一気に見なきゃ、どうしよう。そんな面白いんだ。ストンコさん、たい焼きありがとう。肉玉さん、あれ
りゅうさんかな。こんばんは、ありがとうございます。肉玉さん、プチありがとう。ストンコさん、たい焼きありがとうね。あ、肉玉さん、タコありがとう。おてむちゃん、いらっしゃい。お、みぽぽさん、フルまでありがとうございます。けんけんさん、こんばんは。ローマ字のまささん、たい焼きありがとう。堀さん、かわいい、ありがとうございます。ぶんぶんさん、こんばんは。南光さん、いらっしゃい。ひらがなのそうめんっていうの、そうめん、そうめんじゃないのか。私のこの周りの人たちとかはみんなそうめんなんだけど、流しそうめんじゃないの、流しそうめんってこと、流しそうめん。流しそうめんっておかしくない？そうめんじゃない、あれ。いや、これはね、愛媛県民はみんなそうめんやで。カノーさん、あ、間違えた、カノーさんもカノーさんになってしまった。カノーさん、フルタ奥様もフル、いつもありがとうございます。ダルマレンジャーと、のみちゃん、カウントありがとう。うん、松山はね、そうめん結構有名ですよ。五色そうめんが有名なのよ。カズアタマークさん、いらっしゃい、ありがとう。なのはさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。あら、嬉しい、めっちゃ可愛い。ブラッチフ、ありがとう。ブラッチ、明日は東京30度らしいです。え、暑っ。去年買ったネッククーラーの活躍する時期です。あ、あの、私もね、首冷やすやつもらったのよね。東京のお家で冷えてるわ、使おう。カリカリベーコンさん、フル、ありがとうございます。今日もありがとう。いつも大使大使言うてくれて。もりもりさん、いらっしゃい、ありがとう。ひらがなの、あ、配信者さんかな、中場さん、中場のたまにさん。コンドレさん、フル、ありがとうございます。あ、ありがとう、投票もしてくれたんだ、嬉しい。今日なんかね、何回褒めたかな、1100回だったっけな、ありがとうね。底辺さん、2シュートカウントありがとうございます。おにぎりの具、私基本ね、コンビニでもほとんど塩おにぎりなんですけど、買ってるのだけど、他に買うとしたら、最近たらこにハマってて、あの焼いてない系のたらこ好きでね、おにぎり食べてる。ソータボーさん、いらっしゃい。うん、FIZZ さん、こんにちは。お兄さんだって、初めまして、来てくれてありがとうございます。ん、リュウフル、ありがとうございます。え、ありがとう、嬉しいわ。2回言ってくれたの。ありがとう。きなこにも癒されたいかい、アウィングさん。ちょっと待って、きなこどこにいるんだろう。きなこ、きなこ、ひなほ、みらぼ。これね、イントネーションさえ合ってたらね、何でも来てくれるんよ、きなこ。最近みらぼでも来てくれるんよ。めっちゃ面白くない？今はなんか来てくれないけど、いつもね、本当に呼んだら来てくれるんですよ、きなこ。きなこでもきのこでもね、あのひなほでもみらぼでも来てくれるのよ。可愛くない？イントネーションさえ合ってれば。この
それがね、なんか面白くて、なんかあえてね、ありがとうミラボミラボくれたありがとうございます本当にね、それで読んでるんだよ、うん、え、波平さん54歳か、波平さん54歳か、そうなんだ。54歳ってことは、なんか今めっちゃ考えてた、サザエさんを何歳で産んでとかって、若いのかな。でもそれくらいか。アナゴさん27歳なんだ。アナゴさん若、そうなんだアナゴさん27歳、そうです、虹色さん、そうだよ、M リーグで、そうだね、初めて来た時の衣装だ。うわけんさんいらっしゃい、ありがとう。カタカナのヨッシーさん、あれあれ、初見さんのヨッシーさん、おそう、めっちゃ昔から来てくれとるヨッシーさん、ない、もくさん、シャクヤクの花、ありがとう。みぽぽさん、たい焼き、ありがとうね。ヤマピフル、ありがとう、今日もただいま、日頃のお金がいいから雨止んでました、よかった、さす、さすピー、さすヤマくーちゃん、こちらこそいつでも待ってます、配信。とんちゃんさん、こんばんは、ありがとう。リュウハートに、みーぱぱさん、レインボースター、ありがとう。デインチさん、こんばんは。あ、9日来てくれるの？あの愛媛のライブ、ありがとうございます。パブマスターさん、フルタって、ありがとう、フル、嬉しい。みーぱぱさん、バラもありがとう。絡めたら本当？襟ついたのよき？今日襟ついてる、ありがとうございます。おがこさん、フル、ありがとうございます。おがこさん、まっこいさん、こんばんは、ありがとう。ひでもろさん、奥間の和菓子、ありがとうございます。よっちさんに、ひでゆきさん、音符、ありがとうね。にゃたろさん、え、ありがとう、見てくれたのかな、青い夏。大五郎さん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。僕じいさん、いらっしゃい。伊藤忠之さん、ブルームーンさん、ありがとう。よこぽんさん、フロー、ありがとうございます。民謡か、民謡何しよう竹に包めの先代様もしょんがいな。はい、ありがとう。これはね、宇和島さんさっていう愛媛の民謡ですね。まさまささん、こんばんは。今日もポチってきたよ、ありがとう、投票嬉しいです、ありがとうね。ネコプフル、ありがとう。ネコプ、ひなほちゃんは赤い夏と青い夏と黄色い夏ならどれが好き？ネコプは青い夏一択です、だって。私も青い夏いたくかな赤い夏はちょっと暑そうだな、ありだけど。カタカナのヒロさん、こんばんは。ローマ字のヒロイさん、ありがとう。堀さん、いや、 BGM はね、愛媛にいるときはかけれないかも。東京にね、機材を全部置いてってるから、持って帰らないと BGM 難しい。ドナルドさん、フル、ありがとう。フル、ありがとうございます。野心型。トロケルさん、ありがとう。テックさん、フル、お、こちら
こそ今日もありがとうね。これだ。ひでまろさん、お花ありがとう。シャクヤクの、あ、ポポンさん、ポポンさんいらっしゃい。龍文字のまささん、たい焼きありがとう。お、かむいさん、水仙の魔女見てるんや。2期からね、まだ見れてない私。お、なれたま、お疲れ様。あら、今日も今までお仕事。アスニャンさんいらっしゃい。のりたま、たい焼きありがとう。サバイバルになった時、元滝山メンバーなら生命力の強いのは誰？生命力強いの誰だろう。泳ぎとかが得意な人とか、泳ぎとかあれだよね、なんかこう火を起こせたりとかそういうことだよね。でもね、滝山ね、みんな泳げないのよ。4人とも泳げないって珍しくない？4人とも泳げないんですよ。これ豆知識なんもいらん豆知識やけど、そうなの。だからね、みんな弱いっていうか、サバイバルは大変だと思う。なんか私ね、あの気持ちはね、なんか持ちそう。サバイバルしててもあの割と元気でいれそうですけど、本当にもう無理じゃってなっても割と喋れます。よっちさん、たい焼きありがとうございます。ひらがな斉藤さん、ブラッチたい焼きありがとう。こえぽんさん、フルありがとうございます。完了だって。そうめん、私そうめんって言ったっけそれは違うわ、そうめんは違うわスラリンさんいらっしゃい、ありがとう。体調フル、ありがとうございます。体調、今日はオウムとインコの日です。かわいいオウムのモノマネ。オウムってどんな声だっけ。オウムって鳴くの？あのオウムってなんだっけ？緑の鳥だっけ？オウムってオウムってどうやって鳴くの？全然聞いたことあるっけ？私オウムの声、オウムの鳴き声教えて。あ、本当お猿さん、そうめんって言うよな。アントワネさん、フルありがとうございます。松山からの帰り、うちこからり、あ、からりよって蛇腹。へー、ありがとう。買ってくれたんやん。自販機にありました。アントワネさん、小太郎さん、フルありがとうございます。人間っていいな。フリーザバージョンって何？フリーザってどんな感じなん？カカロット。いいな。カカロット。人間っていいな。めちゃくちゃ難しいんだけど、フリーザ風で言うのって。おいもんさん、ありがとう。こしさん、フルありがとうございます。ごめん、ベジータだった今の。いや、ごめん、ベジータだった。フリーザはあれだ、あのこんな感じの人だ。なんかどんな感じだっけ、フリーザって。フリーザのセリフって何が有名なんだっけ。なんかもうベジータと間違えちゃった。もう今のベジータの感じでいい？今日は
フリーザー忘れちゃった。あ、私の戦闘力は、あの無惨みたいな感じなんだよね。ちょっと鬼舞辻、私の戦闘力は、そうじゃん。トヤフル、ありがとうございます。未開封の自転車用 LED ライトが点滅し始めました。壊れてる？それトゲ、もしや買い立てってこと？今日のお供、もうそんな時間、もしかしてようちゃん結婚して、ピルクル甘い、ありがとう、甘い。サクサクさんお疲れ様。隊長、たい焼きありがとう。ようちゃん結婚してに回復ポーションありがとう。ようちゃんフルありがとうございます。わかめちゃんの誕生日なので、わかめちゃん、私が作ったの、私が作ったの、これか。きなこが反応した。けんすけ、花束ありがとうございます。きんちゃんこんばんは。あきえもんさん、2シュートカウントありがとうございます。あ、本当？ありがとう、洋服嬉しい。オーバーザートップさん、ありがとうございます。ネコプミラボーじゃん、ありがとう。ネコプか、ミラボーくれてたの。ブラッチ、たい焼きありがとう。レッドカードさん、拍手ありがとう。はるかさん、ありがとうね。おいもんさん言ったか。やばいやばいよ。たらこ、たらこ、きなこ、あ、確かに、あ、き、あ、たがね、あの、あれ、ちょっと高めだな。たらこ、けんすけ花束ありがとうございます。ひらがなのはるさんありがとう。そうや、ねこぷ、あのきなこの誕生日7月5日なので、お、画伯だ、7月5日なので、もうね、あれなんですよ、会えないのよ、誕生日きなこの。40分過ぎた、やばいやばいやばい。とろけるさん、セミありがとう。きにゃストンコさん、フルありがとうございます。お、はるさん、そうです、知ってます、宇和島さんさ。カタカナのカズさん、いらっしゃい。のりたもフルありがとうございます。毎日3桁、ありがとうございます。そんなにしてくれてるか、ありがとう。え、そんなにできるようになってるの。ワンガンさん、セミありがとうございます。ユッキーさん、そうだね、ちょっとお座敷調だね、この民謡は。ありがとう、マンガンさん、セミありがとうね。宮崎のおじちゃんさん、こんばんは、ありがとう。民謡は何曲ぐらい覚えてるんですか。え、もうわかんない、何曲ぐらいだろう。もうね、十何年も習ってるうちに、毎週毎週こう教えて、新しい曲とかも教えてもらってたから、結構ね、習った曲はいっぱいあるかな。でも忘れてるのも多いからね。若いさん、プチありがとう。え、言ったね、ここ。お、ヨコポンさん、そうですね、愛媛では有名な民謡ですね。キーちゃん、ひなほ
やぼ、きのこ、たらこ。ちょっと食べた前来てくれたのにな。ミラボじゃなくて、ミラボ誰コンドルさん、ミラボくれたありがとう。やばいね、これも時間が。ちょっと締めていこう、頑張って。すみかさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。そうだよ、本当に4人とも泳げないんだよね。釣りできる人なら4人よりかは3人よりかはリードしてるかも、釣りの面では待ってね。カス団長さん、ありがとう。山の山さんかな、ありがとうございます。純也さんフローかな、ありがとう。ジュンヤさん、サバイバルで一番大事なのは、あー、お腹が強いかどうかね。どうだろう、4人の中では強い方かもしれない。あ、確かに排他的感情論の MV はみんな水に浸かってるよね。しかも服着てたし、あの時。水泳はそうだよ、ビート板だよ。ビート板でひたすらバタ足してた。あ、確かに本当だね、さあちゃんスキューバーダイビングできるんじゃん、撮ってたよ。ひらさん、アイスありがとう。オウム、あれオウムも違う、これイントネーション。そうめんは何が正解なんだっけ。そうめん、愛媛はもう完全にそうめんなのよ、みんな。そうめん。大工さん、カウントとフル、ありがとうございます。うん、皆様今日も来てくれてありがとうございます。ただいまのダイヤのエースの公式ソングをかけたコンテストに出場しています。今回青い夏という曲名で作詞をさせていただいた曲が今そのコンテストに出場していまして、皆様のあの投票を審査となっております。18日まで投票ができるようになっておりますので、ぜひあのツイッターから投票していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。18日までですね。みんなありがとうね。あれ、なんかバグっちゃって、もうこれこれめちゃくちゃ前に飛んじゃうんだけど、あれ、コシさんのフルの未来へ一歩歌ってないよね、私。ありがとうね、コシさんフル。明日を描くために未来へと別れ道を歩いてく。ありがとう。これなんか今さらごめんよ、なんかめちゃくちゃ前のコメントかもしれない、これ。秀幸さん、音符ありがとうね。これだ、カガロット。野菜炒めさん、ありがとうございます。フリーザは上品なバイキンマン
確かに同じ声優さんだよね、フリーザとバイキンマンって。あひあひうひうー、私の麦さん、たい焼きありがとう、ありがとう。大文字のテストさん、フル、今日もありがとうございます。なおさん、いらっしゃい。ローマ字のよしさん、花束ありがとう。ハラメタルフル、ありがとうございます。本生、ありがとうございます。それさ、どっからあのハラメタルがそのタグ付けで載せてくれとんやろ。それが昨日あの見つけられなかったのよ。ちょっともう一回探してみよう、あやかさんの聞きたいな。ローマ字のよしさん、こんばんは。お疲れ様、12連勤だって大変だそれ。お疲れ様。おかめさん、フル、ありがとうございます。きのこ、たいしくんさん、ありがとう。家にフリーザ様のアイマスクがあります。装着したら僕の戦闘力が53万になります。え、めっちゃ強そうと、あのあれか、あのこのメガネみたいなやつになるんだ。よっちさん、たい焼きありがとう。ブラッチたい焼きありがとうございます。ようちゃん、かわいい、ありがとう。大工さん、ありがとう。あの芍薬のお花、新一レインボースターめっちゃくれてる、ありがとう。ジョコも、風と海とさん、いらっしゃい。コンドルさん、ありがとう。奥間の和菓子ありがとう。フィジターさん、おやすみ。お、川崎さん、ありがとう。あのたい焼きありがとうございます。おーし、ひらがなのしょうさん、投票ありがとうございます、嬉しい。小太郎さん、たい焼きありがとう。レモンちゃんさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。にじいろさん、かわいい、ありがとう。コンドルさん、あ、言ったか、ミラボーありがとう。いなっちさん、いらっしゃい。若井さん、セミと投票ありがとう。海道線五郎さん、エンペラーペンギンさん、ありがとうございます。ミラボって言わないで。うん、秀丸さん、30日楽しみにしてます。ユッキーさん、フル、ありがとうございます。ドライフラワー、月明かりに魔物が揺れる、きっと私はどうかしてる、暗闇に色彩が浮かぶ、赤き藍色が胸の奥、ありがとう。木さん、あ、フルありがとう、嬉しい。木さん、ひろ様さん、いらっしゃい。のりたま、芍薬のお花ありがとう。あ、告知もありがとうね、のりたま。お、ゆきさん、私も豚の生姜焼き好きよ、めちゃくちゃ。ちょっとしばし食べてないけど。ローマ字のまささん、たい焼きありがとう。テイソーさんかな、こんばんは。テイソーさんかな、ドナルトさん、投票ありがとう、嬉しい。若いさん、たい焼きありがとうね。ゆうじさん、こんばんは、ありがとう。ローマ字のゆうたさん、こんばんは、ありがとうございます。バイキンマン上手ありがとう、けんすけ。ももさん、スランプくん、ありがとう。よっちさん、たい焼きありがとうございます。ブラッチもありがとう。ユージさん、カウントありがとう。ローマ字のユージさん、尊い、ありがとうね、尊い。ジュンヤさん、たい焼きありがとう。竹山みいちさんも、フル、ありがとうございます。ひらがなのりゅうさん、はじめましてですかね、ありがとうございます。おお、スイカさん、ありがとうね。
フルプンを投票してくれたのね。さとしさん、セミありがとう。よし、じゃあちょっと待って、お供タイムとあのスクショタイム、そうだ、あのリクエストもらってたよね、遅くなっちゃったけど、きなこがいれば、きなこと、きなこ、あれ、お、ここはどこだ、きのこ、長っ、きなこ、ほよ、ほ、見て、足、あ、やれやれ、きなこ、はい、はい、きなこ大きいよね、そうなのよ、あ、そうだ、はは、あの、コップをいただけますでしょうか。はは。よし、ちょっとランキング読みしたいと思います。きなこデカなってる。いや、多分デカなってはないと思うんだけど。あ、オムジュンデスさん投票ありがとう。スクショタイムってあれ、今のでスクショタイムになってた？ちょっとだけしようかな。お洋服こんなんだよっていう。あれ？ああ大丈夫よ。絶対映らんそこ。きなこっぷ、上半身まで映った？どうだ？今日ね、あの音も、ごめん、ちょっとめっちゃ過ぎてるけど今日の音もこれ見て、ミステリースイーツっていうね、カメラ目線なんてなかった、私このミステリースイーツっていうのを飲みたいと思うんですけど、なんかファンタが出してて何の味かわからないんだって、なんか何の味か教えないよってことだって、当ててやろうじゃんということで。でも私あの今嗅覚が、匂いがないので、まだあのもうハンデにハンデを背負ったこの状態で味をあの当てたいと思います。色がね、見える、この色、なんかファンタのブドウにしては薄いみたいな色なんですよ。前にもね、あったよね、これ。だから同じ味なのかな。では、お供ある方一緒に乾杯。お疲れ様です。
わからん。でも多分この色っぽい味ではないと思う。あのブドウとかそんなんではない気がする。ねえ待って、大量の甘いいただいたんだけど。そう、あの甘いのめちゃくちゃ。ありがとうねピルクル。甘いじゃんそれ。ハンバーグぐらい長いことくれてるじゃん。わからんこれ。もう甘い炭酸なんだけど。すごい、ありがとう甘い。よし、ちょっと遅くなっちゃったけどランキング読みしていこうかしら。ちゃんとこれも持ってきたし。よし、ちょっとこれさ味わかる方いたら教えてください。嘘、リンゴっぽい味がするって。この色なのに、すごいじゃん。リンゴなんだこれ。へえ、ひらがなのガオさんいらっしゃい。あ、小説家さんフル、ありがとうございます。そうだね、あとで画伯にこれをちょっと飲んでもらおうかな。はい、ランキング読みしよう。13位、おばばだ。ありがとうおばば、今日もたくさんありがとうございます。嬉しい。そして12位、あ、ようちゃん、ありがとうようちゃん、たくさんいただきありがとう。11位、猫ぷぅ、猫ぷぅありがとうございます。修行ファイト。10位、もくさん、ありがとう。今日もたくさんいただきありがとうね。9位、ローマ字のマサさん、ありがとうございます。うるぴ、今日もありがとう。8位、お、のりたんもありがとう。のりたんもありがとうございます。今日もありがとう。ラッキーセブン、お、ブラッチありがとう。7位、明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、よっちさん、ありがとうございます。よっちさんありがとう、今日もありがとう。5位、なのはさん、ありがとうございます。誕生だ、いつもありがとうございます。ありがとう。そして4位、お、大工さん、ありがとう。大工さん嬉しい、たくさんありがとう。そして3位、あぼん、ピルクル、ありがとうピルクル、たくさんいただきありがとうございます。そして2位、あぼん、コンドルさん、ありがとう。嬉しい、コンドルさん、たくさんいただきありがとうございます。そして今日の第1位、あぼん、しんいち、ありがとうね、しんいち、嬉しい。あら、1位だで、たくさんいただきありがとう。あと1900回本かな、ありがとうございます。700回か、ありがとう。2229名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、今日も一曲歌って終わりたいと思います。へい、何でもリクエストお待ちしてます。ちょっと早めに決めようかな。リクエストタイム、よーい、スタート。どこどん、カンマインさん、お疲れ様。おー、本日も49名様のフル、ありがとうございます。あら、嬉しい。かまど炭治郎の歌いいね。アイドルか、オンリーマイレールガン、君わずらい、待ち伏せ、裸の心いいね、大人ブルーかな、ジョイント、君を乗せてか、スタジオジブリが設立した日だって。ワニマともに、好きな人がいること、揺れる思い、シャイニーデイズ、白いバラするいいね、白いし今日。君の知らない物語、キリンさんありがとう。ファンサ、虹色って曲、
かな。よし決めよう。アントワーヌさんフル、ありがとうございます。フルしてくれてありがとう。よし、今日は夏っぽいこの曲を歌って終わります。聖子さんの白いパラソル、夏だね。リクエストありがとうございました。どう、なんか底辺さんがフルをしていた、フルをしてくれていたというのをちょっと歌う前に見まして、ありがとうフル、ありがとうに。カリカリベーコンさん
ありがとう。おパパ、ミラポありがとうございます。ゆきひろさん、よっちさん、ひでゆきさん、もくさん、ブラッチありがとう。もくさん、こんにゃくさん、お、じいじいもありがとうございます。ひでゆきさん、ありがとう、とっとい。のびしゃん、ありがとうね、こんにゃくさんも。ではでは、今日もちょっと時間めっちゃ過ぎちゃってありがとう、来てくれて最後まで。また明日ね、おやすみ。5、4、3、2、1、また明日ね、おやすみ、バイバイ。あ、これはどこだっけな、ここか。